皆さんこんにちは。こちらはゼロオーディオカルボテノーレです。発売は2012年、実売価格は3000円ちょっとでした。これは私が動画制作のモニターに使っているダイナミック型のイヤホンです。今回はこのイヤホンの音を測定してダイナミック型イヤホンの特性を見ていきます。このモデルのスペックは次の通りです。ドライバーの口径は6ミリに近いサイズです。ドライバーが6ミリだとストレートのパイプで耳の穴につなげることができて音質に有利です。ドライバーの口径は大きければいいというものではありません。6ミリより大きいと音道を絞らないといけなくなって段差ができます。小さすぎると低音が出ません。6ミリというサイズはストレートのパイプが使えて低音も出るサイズです。これと類似のモデルに次があります。3つの違いは口径の違いです。今回ご紹介するのは中間のカルボテノーレです。イヤホンの測定にはカプラーが必要です。自作のカプラーを使ってイヤホンの特性を測ります。こちらが測定結果です。まずはインピダンス特性です。 2.5kHz ぐらいに F0 の共振がありますが、おおむねフラットです。このイヤホンはどんなアンプで駆動しても音質が変わりません。ケーブルを延長しても音に影響しません。使いやすいイヤホンです。こちらは周波数特性です。全体的にうねっていて中高域がデコボコです。密閉型は F0 までがフラットで、 F0 から上は共振共鳴で出る音です。そのため F0 から上はピークがたくさんできてデコボコになるのが普通です。点線のハーマンカーブは耳の聴感特性です。イヤホンの特性がこのカーブに一致するとフラットに聞こえます。こちらはハーマンカーブとの差を取った結果です。グラフの見方はいつもと同じ水平でフラットです。広域にピークがありますね。この辺りのピークはシャリシャリした音になる原因です。こちらは歪み率です。 1% のラインが聴覚限界です。 F0 付近で歪みが増えていますが、このくらいならほとんど気づかないでしょう。今回の測定に使ったイヤホンは予備に買っておいた新品です。3年間使い古したものがありますので、これと比べます。こちらがその結果です。茶色い線が使い古しです。音が変わっていますね。使い古しはピークが丸くなって新品より落ち着いた音色になっています。これはエイジングの結果でしょうか。新品を観察します。先端に見えるメッシュは抵抗材です。この製品は抵抗材が薄い膜でできています。左が新品で右が古い方です。古い方は抵抗材の表面が汚れています。これは皮脂汚れです。イヤホンを長く使っていると汚れがこびりついて取れなくなることがあります。イヤホンの抵抗材はイヤホンの広域特性を決める重要な部品です。試しに新品のイヤホンにスポンジの切れ端を入れてみます。こちらがその結果です。スポンジを入れると使い古しにほぼ近い特性になることがわかります。イヤホンにエイジングはありません。変わらないはずの音が変わった場合は汚れのような別の要因が関係しています。ところでスポンジを入れた結果はおおむねプラスマイナス5デシベルに収まっています。
イヤホンでこれだけフラットな製品はなかなかありません。低音や高音のバランスのチェックに使える性能です。このイヤホンの音を聞いてみましょう。今からお聞きいただくのは次の音です。1番の原音は音楽ソースそのものです。2番と3番のイヤホンの音はカプラーを使って録音した音です。カプラーで録音した音は耳に入れて聞いた音とは違います。補正カーブはカプラーで録音した音を耳で聞いた音に変換するカーブです。これで今まで耳に入れないと聞くことができなかったイヤホンの音をスピーカーから出して聞くことができます。この補正カーブは研究段階です。イヤホンの音は参考程度にお聞きください。ダイナミック型のドライバーは BA 型と違って1個で十分な性能が得られます。このイヤホンは高域がシャリシャリしていますが、スポンジの抵抗材を追加することで低域から高域までほぼ平坦な特性が得られます。これは低音や高音のバランスのチェックに使える性能です。インピーダンス特性が平坦なので駆動するアンプや延長コードの影響を受けません。どんなアンプで鳴らしても一定の音質が得られます。スポンジを入れたカルボテノーレはいろんな用途で使えるイヤホンですが、耐久性は今一つです。接着が取れて本体がバラバラになります。ケーブルが断線すると修理不能ですが、接着が取れるだけですから市販の接着剤で修理すればいいでしょう。ご視聴ありがとうございました。